どうもです。おはようございます。今日はね、ちょっとゲームの話をちょっとします。明日がね、まあ、ブックの日なのね。で、まあ、スイッチも買ったことだし、ロード総選挙のね、リードリットのゲーム。なんだっけな、ワンダーラビリンスだったかな、そういったゲーム。ブックオフさんでね、2店舗ほど、税抜きで2700円で売ってるのよ。で、まあ、ブックの日に300円クーポンを使って、今のうちにね、ちょっと購入しときたいなーっていうふうには考えてはいるのね。てかもうそうしようかなーと思って。ほぼほぼ決め打ちをして考えてはいたんですけども、先日買ったね、ドラクエトレジャーズ。これがね、面白くて、まあ何かでちょっとね、話した気もするんですけど、まあクリア時間がまあ35時間かかってないかぐらいでクリアして、クリア後のストーリーがあるんで、それをね楽しんでたので、もうちょっとで80時間いくかなっていうぐらいまで楽しんで、ほぼほぼねサブストーリーも関してもクリア。お宝集めに関してはもうちょっとあるんだけど、やっぱり物語を進めていくというストーリー性的な楽しみで言うと、あとね、ラスボスにもう一回挑めるようになるのね。で、それを倒すのと、あとは、お宝をね、自分のお宝をね、別の、そのトレジャーハンターたちが奪いに来るんだけど、それを倒すイベントの、シルフ王国っていうところがあるんだけど、そこのやつのその2ってやつね、お宝を守るその2、あと4回ぐらい撃退すればいいのかな。まあ、お宝を守るだけじゃなくて、あ、お宝を守るだから普通に、あれか、フィールド上の戦闘でも OK ってことか。それぐらいなのよ。あれ？あ、言ったね。ラスボスをもう一回倒すの言ったね。で、その二つぐらいなのね。で、あえてそのラスボスをもう一回倒すっていうのは取ってるんだけども、それをやったらもうほぼほぼ終了なのよ。で、もう、80時間もさ、遊んでるからさ、まあそろそろね、まあ面白くはあるんだけど、まあそれなりに、まあ飽きて生きたって言ったらあれですけども、遊び尽くした。遊び尽くしたと言っていいんではないでしょうか。そろそろ新しいゲームが欲しいなと。ナムコクラシック？ナムココレクションか。カプコンのベルスクのコレクション的なやつ、買ったんだけど、まあちまちまね、空いた時間にちょっとプレイとかはしてるんだけど、やっぱりね、もうちょっと何かね、長く遊べるものが欲しいと。それは長期間的にね、長時間じゃなくて。で、新しいね、ロープレを買ってもいいんだけど、面白いとさ、バンバンやっちゃうから結構、一日何時間とかやるじゃない？そうするとさ、やっぱり、クリアして、まあ、クリア後の楽しみやってっていうと、まあ、1ヶ月ぐらいしか持たないのよね。今回も買って10日でクリアして、日にちで言うとね、でさらに10日で、まあ、ほぼほぼサブストーリーをね、まあ、クリアしちゃったっていうところがあるので、 RPG とかそこら辺だと持たないなと。で、もう前から言ってる、むしろ、スイッチが欲しかった理由っていうのが、あつ森ですよ。動物の森はほんと好きでね、あつ森以外は、あ、でも、ウィー版は遊んでないか。ウィー版は持ってはいるけど遊んでないんだけど、それ以外は結構がっつりね、動物の森シリーズはもう遊び尽くしてるんですけど、
やはりね、あつ森をやりたいなと。ただまだ結構高いのね。ゲオでも中古で4,500円ぐらい、ブックオフでも3900円とか4000円ぐらい、で前回のゲオセールで3200いくらで税抜きなのね。まだやっぱりちょっと高いなと。で遊びたい季節ってあるじゃない。ああいう1年間通して遊べるゲームっていうのが、で私好きなのがやっぱりクリスマスがある冬も好きなんだけど、やっぱりスイッチを買ったのが1月1日だったので、そこで買う1月ぐらいからはさ、まあ雪だるま作ったりとか、まあイベントがそんなないのよ。あと節分とかで、3月になったらハーベストなんだっけ、あの卵のやつね。卵のやつとハーベストが合ってるか分かんないよ。ハーベストはどっちだったかな、まあ、適当には言えない。卵のやつイベントあるでしょ、3月か4月ぐらいに。でまあ桜が咲いたりとかね、桜好きなんで桜が咲いたりとか、まあ、イベントあるんだけど、まあ、私が好きなのはそのクリスマス時期と夏なのよ。夏はさ、虫捕りがすごい楽しくてさ、カブトムシとかさ、いっぱい捕まえるとさ、高くも売れるからお金も稼ぎやすいしさ、夏が結構好きなのよね。で、あつ森を買おう、結構話してるな。あつ森をね、買おうと思う、なんだっけ。あつ森を買おうと思ってたその期間が、まあ夏には欲しいんだけど、そこまでにはある程度こう進めてないと、その、十分に楽しむことができないので、多分私のね、この予想では、ゴールデンウィークセールあたりで、まあ、2キュッパーは行くんじゃないかと。あつ森がね。で、2キュッパーになったら買おうかな、どうしようかなっていうところなのね。で、まあ、それに照準を合わせてたんだけど、今回、トレジャーズをクリアして、じゃあ次何で遊ぼうかなって考えてた時に、1ヶ月程度ね、がっつりこう遊んでクリアできる RPG だったら、毎月毎月になっちゃうんだけど、やっぱりね、ちょこ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 遊んで、季節も楽しめる。あつ森を買うのが、まあ、先行投資ではないけども、ベストなのではないかな、というふうにね、昨日思ったのよ。どうしようかなと思って。で、ブックの日で、その、ワンダーラビリンスね、ディードリットちゃんのやつを買うと、まあ、300円クーポン使ってもやっぱり3000円ぐらいは、税込みで3000円ぐらいするから、その3000円プラス、ちょこちょこっとね、ちょこちょこっと足して厚盛を買うのか、ちょっと考えてる。ただ時期的に良くないのよ。もう2月でしょ。2月、3月、まあ4月に向けてはいいかもしんないけど、私のね、動物の森イベント的にね、春はね、そこまで、桜は綺麗だけどね、春はね、そこまでないのよね。だからそこも悩んでる。好きな季節で遊べないのに値段を高く出すか。まあでもほら、スイッチだけじゃないから、結構ほら、去年なんかも、レトロゲーム関連をね、30本近くクリアしてんだけど、まだ遊びたいゲームもあるから、それを遊んでね、潰すのもいいし、あのね、ディードリートちゃんはね、もうクリアできないのよ。もうプニさんの動画とかも見てたけど、もうどう考えても私の技術じゃね、クリアできない。あれはもう完全に自分の中ではコレクションと、あと、ま、コレクション、同じことなんだけど、好きなゲームだから、より買っときたいというところなのね。だからさ、悩んでる。でも、ディードリットもさ、買っとかないと、あれだからね、あれだからね、なくなっちゃう可能性もあんのよね。弾数がそんなに多いゲームではないから、ある時に買う。結局ね、
一期一会ですよ、うん、バニラエースさんの一期一会ですよ、うん、もう出会った時がね買い時なのよ、うん、それで何度失敗してるかそれは分かってはいるんだけどね、そこまでねお金を持ってない親父はねどうしようかなと悩んでるというお話でした。ご視聴の方ありがとうございました。どうしたらいいのか皆さんの意見も聞けたらと思います。それではバイバイ。